茨城県立緑岡高等学校は茨城県三戸市笠原町にある県立高等学校。全日政府通貨、理数科を置く男女共学校。略称は緑高。県内唯一の理数科設置の県立高校。2011年に開校50周年を迎えた。1964年に理数科を設置以来、理数教育に力を入れる。 2006年2月には、茨城県の県立高等学校再編整備の後期、実施計画に組み込まれ、2010年度にパイロットスクールとして、併設型中高一貫教育校に改編される予定であったが、茨城県の財政難から中止となった。同年度に普通科と理数科をくくり募集へ変更し、2年次、新旧時に理数科を選択可能にした。 2013年度から2017年度の5年間、文部科学省から第一期、スーパーサイエンスハイスクールとしての指定を受けた。2018年には2020年まで、第二期 SSH としての指定を受けている。設立日は1962年4月1日であり、同年11月に開校式が挙行されたが、学校としては10月16日を創立記念日としている。公明は、 三都市合併で消えた緑岡村の存命を永久に、留めたいという地元の要望により、緑岡と付けられた。高君高君は、誠実、新種、共和。1962年5月制定。また、古くは、行動観見学の精神に由来する、文部不きの精神も重要視しており、多くの生徒が学業と部活動などの課外活動の両立に励んでいる。 交渉交渉には、快楽園ゆかりの梅の花と赤葉がデザインされている。1964年12月制定。冬服は10月初めから5月末まで、夏服は6月初めから9月末まで。男女とも、冬服期間中は、上着の下に、学校指定のベスト、セーターを着用できる。男子女子1961年、茨城県立緑、 岡高等学校の設置が、茨城県議会において議決。1962年2月、設立準備事務所が、茨城県立三戸第一高等学校内に設置され、同年4月1日には、茨城県立三戸第二高等学校の校舎を一部、借用して、茨城県立三戸り、岡高等学校として開校し、7日に、第1回入学式を挙行 さらに9月には新校舎に移転し、11月に開校式典を行った。1963年、第1回、緑歩み会実施。コースは、味が浦から大洗い、大抜き、酒物を経て学校まで。1964年、第1回修学旅行実施。伊勢、奈良、京都、大阪。1966年、第1回緑中祭り実施。 1969年4月、理数化設置。1971年、体育館兼行道。1980年に、特別教室棟。1981年には、緑友大会館が落成。1993年、新体育館兼行道完成。1997年、本館新築工事完了。2010年、普通化。 理数各国募集に変更。茨城版サイエンスハイスクール事業の指定を受け、医学、難管理後継進学コースを設置。2011年、緑友会館を学習室兼合宿所として改装。2013年、第一期文部科学省、スーパーサイエンスハイスクール指定。テーマは、未来を開く、科学的知見を創造し、世界の先駆けとなる、人材育成。 2018年、第2期文部科学賞、スーパーサイエンスハイスクール指定。テーマは、論理的思考で主体的に探求できる、サイエンスエキスパートと科学的素養を備えた、サイエンスサポーターの育成。全日制課程として、普通科と理数科を置く。普通科と理数科が、普通、理数科としてくくり募集され、1年次には、全員が共通のカリキュラムで学ぶ。 生徒は1年間のカリキュラムを通して、興味関心及び適性を把握し、自分が希望する進路に適した学科、コースを選択する。普通科文系コースと理系コースが存在し、多様な進路実現に対応している。総合的な学習の時間の一環として、緑高タイムが設定され、進路実現のためのサポートがなされている。理数科県内唯一の理数科、医学、 難管理後継進学コースとして、将来医師や科学者、研究者等として活躍できる人材の育成を目指す。s s h の中核として、数理科目を深く学ぶための様々な授業を行う。学年制及び2学期制を導入している。授業は、標準よりも5分間、長い55分間である。ほとんどの卒業生が進学を希望し、 例年、茨城大学や筑波大学をはじめとする国公立大学や私立大学に合格している。ほぼ全員が部活動に加入しているため、部活動との両立を前提とした進学指導が行われている。緑友大会館が学習施設として土曜日も開放されているほか、放課後課外や夏季課外、土曜課外などが数多く設定されており、多くの生徒が利用している。 また、一人数とが輝く活力ある学校づくり推進事業により、大学も擬事業などの広大連携のための取り組み、キャリア講演会などが行われ、進路意識の向上が図られている。以下の部活動が設置され、多くの生徒が部活動に加入して活発に活動している。卒業生の同窓会組織として、緑友会が存在している。 県内各地域に支部を持つほか、職域ごとにも支部が存在し、活発な活動が行われている。ありがとうございます。